アメリカ軍の M1A1 戦車に、故障する、海兵隊不評。タンクデサントは、戦車にまたがって移動したり戦闘に参加する不評の、戦術である。戦車故障部隊とも言う。第二次世界大戦中のソ連赤軍などで、行われたのがよく知られている。M48 パットンの車上に乗って移動する、アメリカ海兵隊兵士通常、戦車は、戦場では、 随伴不評を伴って運用される。これは、戦車は、視界が狭く、軌道や不覚に制限があり、隠蔽状態の不評や砲兵を発見しづらいことや、発見しても直ちに制圧できるとは限らず、対戦車兵器によって、攻撃を受ける、可能性もあるためである。しかし、こうした、随伴不評の策的、制圧力を必要とする一方で、不評が、 徒歩のままでは、戦車の起動速度についていけないという問題がある。また、随伴不評の移動速度に、戦車の速度を合わせたのでは、戦車特有の機動性を発揮できない。そこで、通常は、不評が、軽車両や走行車両などに登場して、機動力のある機械化不評として戦車に随伴する。何らかの理由により、随伴風評用の車両が用意されなかった場合には、 戦車の上にまたがり、しがみついて移動することがある。これがタンクデサントである。通常は移動時だけ戦車に乗り、警戒、戦闘時には下車するのが本義であるが、そのまま戦闘に突入させる場合もある。第二次世界大戦当時のソビエト連邦では、戦車などの主力兵器に生産力の大半を消費し、兵員輸送車の生産割合は、 極めて少なかった。補給などに必要最低限なトラックも、アメリカ合衆国のレンドリースポーによる供与に頼っていたほどである。さらに偵察用に装甲車を配備する一方、ドイツの SDKFZ250、251や、アメリカの M3 ハーフトラックのような、装甲兵員輸送車の開発が後回しにされていた。1942年当時、 全員が短期間銃を装備し、威力偵察や、迂回攻撃による奇襲と占領、友軍の援護を担当する、短期間銃中隊が、タンクデサントとしても多用されていた。その一方、輸送車両の不足から、戦不分離された状態で、戦車部隊が戦闘に突入し、対戦車攻撃によって、大損害を受けることも多くあった。 このため戦車には各所に不評がつかむための取っ手が付けられるようになり直接登場して随反しドイツ軍の対戦車砲や対戦後半多用されるようになった対戦車ロケット弾による攻撃から戦車を守り敵を制圧することが期待されるようになっていった通常タンクデサントは射撃戦が始まる前に下車して戦闘に入るものだが赤軍はこれを 敵の残豪に手っ取り早く不評を送り込む手段と、みなしていた節があり、故障させたまま戦闘に突入することも多かった。このような理由から、タンクデサントを行う兵士の死傷率は、とても高く、俗に平均寿命は2から3週間とも言われた。消耗品として、懲罰大隊の兵士によって構成されることが多く、実際にタンクデサントが多用された。 戦争後半ほど、懲罰大隊の編成数も比例するように、増加している。そのため、死傷率を、少しでも下げようと SN-42 のような、金属製鎧が配備されたりもしたが、あまり効果があったとは言い難い。戦後のソ連軍は、タンクデサントの犠牲の大きさに対する反省として、装甲兵輸送車の生産に力を入れ、BTR-40、40 BTR-152, BTR-50, BTR-60, BTR-70, BTR-80 などを開発した。しかし、ソ連軍の装甲兵員輸送車や、不評戦闘車の多くは居住性や生存性に問題があり、兵はことさら車上に乗ることを好んだ。ただし、ソ連軍の戦闘競技ではこれらの行為は容認して、 おらず、訓練も行われていない。戦後の訓練風景の映像では T-54、55、K などに乗った兵士の姿が見られたが、これは、見た目の勇ましさを表現したプロパガンダであり、実戦で行われることはなかった。第二次世界大戦中の日本軍では、兵員輸送車を配備する国力がなく、トラックも不足していたため、不評が、 戦車に便乗しての移動がしばしば見られた。全般的に小さい日本戦車には、古城が難しかったため、95式系戦車の後部に空のドラム缶を取り付け、そこに不評をまたがらせるなどの工夫が行われた。古城が主に前線への移動のために行われた点では、他国と同じだが、戦車隊が敵陣に切り込みを行う際に、 この下ままの不評が伴うことがたびたびあった。ベトナム戦争時のアメリカ軍、アフガニスタン紛争でのソ連軍、チェチェン紛争でのロシア軍でも、走行兵員輸送車内部の兵員室ではなく、車上に乗って移動することがよく見られた。これは、地雷に巻き込まれることを防ぎ、走行兵員輸送車への攻撃から素早く逃げるためで、ある。 BMP-2 の車上に乗って移動する、ロシア陸軍兵士 RPG シリーズのように安価で、強力な蛍光対戦車兵器が普及すると、不評戦闘車の防御力不足が問題になった。当時の兵員輸送車は、浮き構成を持たせるために極端に軽量化されており、装甲が薄かったり、アルミ製で対戦車兵器や機関砲の貫通を、安々と許した。 ある程度は走行を強化することで対応したが、出力の余裕から10分に強化できなかったり、追加走行のせいで視察窓が塞がったりした。軍によっては予算上の理由や浮き構成を必要とする傭兵のために強化のまま運用されることも少なくない。そのため、社内で一網打尽にならないために社外にこのして警戒することを兵士たちはしばしば選んだ。 特に M113 の初期型や BTR-60、70などガソリンエンジンの車両は容易に燃料が引火して爆発炎上するため兵に嫌われた。初期の BMP シリーズのように燃料タンクが剥き出しで危険なものも同様である。20世紀末になると各国軍で砲弾片に有効なボディアーマーが普及し、 タンクデサント最大の弱点である砲爆撃からの脆弱性が軽減された。紫外線では視界が悪い走行車は特に狙われやすいため、周囲の警戒として登場することが多い。ありがとうございます。